ドブルトンでーす。今回はフローレスの爆破ドローンで天井がぶっ壊せるということについてやっていきたいと思う。ドローンが爆弾を発見した。やっていきません。ボムがなぜかね、一回だということにちょっと気づいたって変えましょう。どうしよう。あれですね、フローレスの爆破ドローンで壁をぶっ壊した瞬間に突るとマジで絶対に勝てるということをね、お見せしたいと思います。まあ、妥協ですかね。ちょっと、だから、ちゃんと、爆破ドローンで天井壊すやつは、ちゃんと見せる。ちょ、次のラウンドか。え、これ、勝たないと絶対ダメじゃん。はい、絶対見せるんで、待っててください。まあ、でも、このね、爆破ドローンで壁ぶっ壊す瞬間に突るってやつは、マジで勝率 100% だから、それも見せる。まあ、なんで100かっつったらね、なんでだろう。まあ、おぼろげながら浮かんだんですよね。100という数字が。もうやめちまえ、ゲーム実況。なんなのこの人って思われるのも嫌だから、ちょっと真面目に最強の技見せる。バリケに18発ぐらい撃ってから、これバカドローンで相手の耳ぶっ壊すと絶対バレない。え、多分バレない。大丈夫か。うれしゃ。え、これ強いんだよ。これ完全に相手は俺が外からバリケをぶっ壊したって勘違いしてるから、いや、これはみんな使えるぜ。でも最強ということは強いということです。セクシーすぎる今日の俺。もうやばすぎんだろ。もうセクシーすぎんだろ俺今日。やばいぜ。おぼろげながら浮かんだり、もう最強ということは強いということです。もうセクシー実況すぎる。俺気づいちゃったね。もうセクシーになることによって何でも肯定できるということを。何のことを話してるんだこの人ってなっちゃうから、ちょっと真面目に言える。爆破ドローンで本当に破壊する。ブルーバー、この部屋。てか、もうやだ、大会近いのにこの部屋見たくない。トラウマが。いたな、ジャガー。お前、立ち絵の写真が一生ラーメン屋のポーズになってて、ほんと草生えるぜ。お前、倒してやるよ。はい、先回りしてく。あ、やばい。スンリセから、スンリセっていう、なんかサンライズっていう部屋からめっちゃ殺されそうだった。え、これね、スンリセって部屋にいるやつは、ちょっと壁ぶっ壊していくわ。ちょっと待って、壁どこ？あ、あった。あ、死ねるね。うん。やばい。逃げる。あ、死体か。うわー、ちょっとこれ、それやりたかった。いや、これバレないんだって、本当に。爆破ドローンみんな慣れてないから、この音つって結構バレないんですよね。いや、まあ、しゃあない。いや、でも、この爆破ドローンって結構穴開くし、これ、紙にひっつくようになるから、それだけ覚えておいて。え、ちょっとやるから待ってて、次つなげるぜ。やったぜ。ようやく迎えたぞ、2回ボム。ようやく引いた。もうさっきね、俺、防衛側の時ね、もう、裏技、裏技、裏技と思って本気でやってたんだよね。マジでやってた。ちょ、待って、リスキルやめろ。おい、動画阻止ムーブすんな。ちょっとね、2回じゃないとできないし、このマップでやりやすいんだよ。ちょっと何やるかっつったら、最初にも多分言ったと思うけど、爆破ドローンで天井ぶっ壊すやつ。いや、これね、メルトンアットマーク賢い。これはマジでやばいぜ。見ててくれ。多分革命起きるし、これ多分ね、そろそろ研究進んで、プロリーグで。出るとね、ちょっと俺の真右にいたな、今、ドローン回してる。いや、頭入れちゃう。反応速度僕の速いですね。こんなこと言うんじゃない。違う。いや、君も、うまかった。だが、僕のが少し、上だった。あ、ダメだ、僕。シンシブってもうダメだな。なんか、似ちゃるな、なんか。相手をこう、相手のヘイトゲージを試させるようになったこと言っちゃうな、俺。大丈夫か、それ。あ、これね、落ち着いて、ヘッドラインに。ほら、ヘッドライン置くだけで敵倒せんだよね。これも裏技に聞こえてきた。これね、ここに貼っつける。壁にくっつく性質使って、ここにつけると、ほら、上が突き上げられるんだよ。まあ、ここだとちょっとね、え、使えなくねってなっちゃうから、ちょっと肩やるか。ね、フッカーの、大丈夫かな、これ、下来ねえから。一回刺激したら来ちゃうんだよな。フッカーの角にいるときとか、ここの壁にくっつけるとバカできる。てか、毒んだよね、フッカーから。いや、これマジで賢くない？これで上にある有刺鉄線とか、ある程度破壊できるんだよね。壁際登らして。いや、俺やばいのが、オレゴンの大窓の有刺鉄線とか、これで壊せたんだよね。いや、ぜひやってほしい。まあ、これ見せてないけどね。強いんだよ、これ。任せて。俺分かってしまった。俺なんか今日アドリブでめっちゃ何でもかんでもヘッドラインってこれ置くだけで勝率100なんですよとか適当に言ってたら俺気づいてしまったんだけど、何でもかんでも起きたことを裏技っていうか、なんと思うんだよ。しあれ、おい、俺一人じゃん。
ワンスリークラッチいいっすか自分。そう、何でもかんでも肯定する、もうセクシーになれば何でも裏技になるんだな。多分下行きましたね。あー、はい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 、わかりました、すいません。天の声来た。誰だよこれ、誰だよ。下行ったな、マジで下行ったな。下行ってフッカーか、よかったな。俺の予想だと N 回と、おい、レーザーサイトつけてダンコンピークする、真っ赤に映っちゃうんだ。はい、プロゲーマーとワンワン、はい、強者も、あ、やばい、濃かすぎ、うわ、見えちゃう、うわやばい。15秒、うわー、うん、ちぼれた、うわ、もう、きっ、これオールキルだったのに、こいつ倒したらもうミリ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 って今出てきたもん、汚すぎ、もうマジで最悪。え、ブルー界何も罠置いてないんだけど。え、自分スニークイン、いいですか。いや、これちょっとね、カタカナ使ったんですけど、これバレずに相手になる俺は。あ、いや、あいつはちょっと無視、大丈夫、俺防衛側なんで。いや、防衛側のふりしとく。いや、これ嘘をつくことによってマジでバレない。爆弾を発見した。いや、俺は防衛側になる。いや、大丈夫、俺はもうイモる、イモるマジでイモる。いる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 、俺の真右にいる。これね、みんなこれ気をつけた方がいいのが、あそこのブルー界マジで罠一個もないと、もう何もしなくても勝てる。てか防衛側になりきれる。ここでみんな、なんかガチャ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 やりまくって、パパ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 打つのはちょっとアマチュアかなって思っちゃうんだよね。ここまで俺みたいなプロゲーマー様の人とかだと、これ一生防衛のふりしとく。大丈夫、俺3枚ね、突破されないように持ちついてっから。バレてないよね俺。いや、あと40秒ぐらい待てば多分本当に俺は味方だと勘違いする。お、人じゃね、あ、人だわマジバレない、いいね、さい。え、あ、バレたよね、もうダメだ、バカドローンでもう一緒に死のう。え、バレたよね今ビジルに、完全に。なんか飛んできて飛んできて飛んできてる、無理無理、倒してくれ。ちょ、あと一人ね、助けてね、お兄さん。あ、俺と一緒に死のう。ちょ、あっぶね。いや、これ絶対なんかイントネーションバグってたけどちょ、これ相手絶対ドローン見てたでしょ、これ強え、爆破ドローンに目いってたわ完全に。なんでみんなさ、フローレスこんなにぶっ壊れてんの。え、なんでこんな、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 え、ねえ、なに、ね、おかしくなっちゃう頭がもうさ、騒がしいんだよ何、俺のこといじめに来てる、このゲームは。話させろ普通に。まだお前行くのか。お、うちょ、おー、なんいけるフィルムくだよ、行くぞお前一緒に。フローレスのこのキャラって余裕でぶっ壊れてんのに誰も使わないよな。あ、ちょ、じゃあ偽、あ、お前も偽物かい。いただきます。あれ、あれなんか3対1になってんだけど、あれ、おお、マジか。ちょ、人数把握できない。小部屋でしょ、この壁の向こうは露天を作ってある。みんな爆弾が見つかった、行き止まりみんな工事してるんだよな。いや、普段はここ工事されてるから、この小部屋開けると大体有利になったりするんだわ。はい、とりあえずディフェンス有刺鉄線壊して、あの人が多分設置、あ、ディフューザーがそこにあるのか。俺手伝ってるか。サッチャーの人はずーっとそこで多分鼻くそほじってもらって、もろて。ここフラバンなき、おいおいおい、なんでワンワンなんだ、やめてくれよ、おい。プロゲーマーとワンワン、アットマーク強者も、はいはいはいって感じだわ。はい、耳潰して、やべえ、ドローンだ、逃げなきゃってやってる間に、フラバン投げて、プランチします。ここで堂々とプランとしても、俺も相手も耳ぶっ潰れてっから、何してるかお互いわかんない。はい、これ設置したらもう観葉植物。マジ、意外なところでずーっとじっとしてきて。ちょっと遠ざけよう。ちょっと遠ざけよう。オッケー。これで慌てさせよう。もう二度と動かない。いや、プランとするとね、みんな大体エイム置くじゃん。エイム置くのは逆に弱い。もう芋るぞ。俺はここで芋る。バレてないだろ。そう。あえてエイムを置かないことによってバレない。マジで割れたい。あー、舐めプリしちゃおうかな。カメラプルプルしちゃおうかな。あ、右手が震えちゃうな。あ、めっちゃか。やるか。そろそろ。ねえさあ。もうやだ、このゲーム。
あーこれうんち漏れても仕方ねえわ。あ神ゲーき たー喜しかと思ったわ。はい、ということで皆さん強いのでぜひやってみてください。はい、ベルトンでした。バイバイ。あ、よかった、マジでよかったわ。